軌跡をご覧になりますか？この巣場。あなたのために作ったんです。受け取ってください。僕にいいんですか？おお、今年もやってますね。去年カズマがバレンタインを広めて以来、意中の相手に思いを伝えるきっかけになると町の人たちも心待ちにしてきたようだ。ちぇ、どいつもこいつも色気づきやがって。あら、もしかして私たちにチョコをもらえないのがそんなにショックだったかしら？別にそんなんじゃねえし。去年腹を壊すくらい食べたから今年はもういいかなと声高に叫んでいたのはどこのどなたでしたっけ？社交辞令みたいなもんだろ。まさか本当に用意されてないなんて一体。おっと失礼、前がよく見えなくて。って佐藤一馬じゃないか。おや、こんなところで何を大事そうに抱えているのですか？チョコレートだよ。これがフィオ、こっちがクレメアから。わざわざ手作りしてくれてね。ちなみにこっちはギルドのアルバイトの子から。これはそこの市場で母親といた小さな女の子にもらったもの。こっちは。もういいから、皆まで言うな。そろそろ行った方がいいですよ。さもなくば不機嫌なこの男があなたのチョコを嫌がらせにスティールしかねませんから。な、いやいや、いくら俺でもそこまではしないよ。本当だよ、この巣場。あ、姉ちゃんいた。遊ぼう。米子、どうやってアクセルまで来たのですか？ユンユンについてきた。米子ちゃん、こんにちは。あら、その紙袋はもしかして私たちへのお土産だったりして？違うよ、私がもらったチョコレート。でも一つあげる。いいの？それじゃあありがたくいただくわね。そういえば女性同士でチョコを交換し合う光景もよく見かけますね。友チョコというらしいな。お兄ちゃんも一つ恵んであげる。元気出せ。あ、まさかこんな小さな子に施されるとは。嫌なら返してくださいよ。せっかく米子がもらったチョコなのですから。大丈夫、どうせ町の人がまたくれる。欲しがらなくてもチョコは向こうからやってくる。なんというモテ発言、恐ろしい子。これよかったらどうぞ、チョコレートです。なんと、いただいてよろしいのですか？冒険者の皆さんにお配りしてるんですよ。代わりに一撃グマの討伐よろしくお願いしますね。うほー、テンション上がってきた。行ってまいります。ギルドもバレンタインというわけか。ああしてチョコを配っているのだな。せっかくだし私たちも分けてもらいましょうよ。もらえるものはもらうべきだわ。やめとけやめとけ、頼んだところで無駄だぜ。ダストじゃないか。無駄ってどういうことだ？クエストを受けたやつ限定だとよ。ギルドのチョコをもらう条件だよ。たく、とんだ茶番だぜ。チョコを餌にして面倒なクエストを押し付けるってわけか。えげつないな。逆に考えればチャンスでは？つまりはこういうことでしょう。今クエストを受ければ必ずチョコがもらえる。その通りです。佐藤さん、ぜひこの機会にクエストを。これなんておすすめですよ。何何？雪星討伐ってこれ冬将軍出てくるやつじゃないか。無理、死ぬ。でも佐藤さん、チョコ欲しくありませんか？くそ、どいつもこいつもバカにしやがって。決めたぞ、俺はアンチバレンタインとして生きてやる。よく言ったカズマ。そうさ、俺たちはチョコなんかに騙されねえ、絶対にだ。行こうぜ兄弟、男同士でしっぽり行こうや。
そうだな。シュワシュワでも飲んで語ろうぜ。どうしよう。お兄ちゃんたち、行っちゃったね。まったく、チョコが欲しいなら欲しいと言えばいいものを。仕方ない。ここは私が一肌脱ぐとしよう。ダクネスが？なんだかんだ言って、あいつには日頃から世話になっているしな。ルナ、手作りチョコの作り方を教えてくれないか？それは構いませんが。ダクネスさんが。いいですね、青春ですね。なんだその目は。ええ、分かっていますよ。喜んでお教えします。頑張ってくださいね。何か含みがある気がするが、まあいい。あまり手先が器用な方ではないのだが、よろしく頼む。このスバメインストーリーはメインクエストを進めると解放されます。このスバ、カズマまだ帰ってきませんね。あのチンピラの人と意気投合してたし、当分戻らないんじゃないかしら。むしろ好都合だ。今のうちにチョコを完成させよう。でも大丈夫なの？ダクネスってばあんまり料理してるイメージないんだけど。材料はしっかり揃えたのだ。ルナがくれたレシピに従っていればなんとかなるだろう。そうですか、頑張ってください。まあ失敗しても米っ子が食べますので。いただきます。ワクワク。甘く見られたものだ。いいだろう、意外と料理ができるところを見せてやる。なぜだ。ああ、チョコがボソボソになっちゃったわ。ちょっと加熱しすぎたわね。見た目はあれですが、一応試食してみますか？そうね、もしかしたら味はいいのかもしれないし。それじゃあ、いただきます。どうだ。見た目通りって感じね。口当たりが良くないわ。これはなんというか、コメントに困る味というか。米っ子どうですか？焼いても仕込ってるみたい。米っ子、もう少しオブラートに包んでください。お構いなく。腹減ったら虫もうまい。まあもう一回頑張りましょう。こういうのは試行錯誤するものよ。そうだな。ここで諦めるのもクルセイダーの名折れだ。やってみせよう。こんにちは。噂通りやってるみたいね。おや、珍しい組み合わせですね。どうしたのですか？ギルドで話を聞いたのよ。チョコを作ってるんですって。私たちも一緒に作りたいわ。ちょうどよかったわ。ダークネスってば苦戦してるの。力を貸してあげてちょうだい。それはもちろんだけど、なんか焦げ臭くない？それはチョコを焦がしてしまいまして。どうやら私はチョコ作りを甘く見ていたようだ。我ながら不甲斐ない。そんな気にしないで、ダクネスさん。料理を焦がしちゃうことくらい誰でも経験あるから。ただダクネスの場合、板チョコを砕くだけでも一苦労ですからね。攻撃が当たらないことはよく知ってるけど、まさか板チョコ相手にまで空振りとは思わなかったわ。それはある意味さすがね。それじゃあダクネスは私たちの手際を見てよく学ぶこと、見ながら実践することで上手くなるものよ。わかった。よろしくお願いします。まあまあ、そう固くならずに。そうよ、せっかくのバレンタインだもの。チョコを作る側だって楽しまなきゃね。それもそうだな。よし、
楽しくやっていこう。このスバレンタイン なんちゃって。チョコレート作ってみたの。味見してくれないかな。ああ、ありがたく味見させてもらうよ。なあ、聞いたかカズマ。なんでもバレンタインに付き合ったカップルは3日で別れるってジンクスがあるらしいぜ。へえ、それは知らなかったな。あ、でも言われてみれば俺の知り合いのカップルも3日で別れてたっけ。怖いな。君たち、悪いけど取り込み中なんだよね。少し静かにしてくれないか。おっと、そいつはすまなかったな。もう邪魔しないと誓うよ。よろしくやりたまえ君たち。あのね、私あなたのことが好きです。僕もだよ。今後とも末永くお付き合いを。ちぃ、場所を変えようか。そうね。ああ、いけすかねえ。男も女も色気づきやがって。なんか俺たちだけが不幸に感じるな。なんかより腹が立ってきたわ。俺もだ、畜生。気を取り直してバレンタイン妨害工作を進めようぜ。このスバキャラエピソードと